主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。なずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれき362回目ですね。362。はい、もう夏ですね。真っ盛り。今年も暑いね。暑いな。皆さん、今年夏はご旅行とかはされないの？まあね、ちょっとぐらいすんのかな。ね、うちも一回このちょっと、まあ本当今年はもうコロナは話題が切っても切れないけど、やっぱ本当どこも行ってないんですよ。まあそうやね。近くの大都会なんかもたまに行くんだけど、うん、そういうとこでもあったら、あの企画展とか特別展も全部ことごとく中止だから、まあまあね、箱もんはそもそもやってないしね。もう前売り券払い戻しだよ。そりゃそうでしょ。もうショックでさ、うん、せっかくネタのためにと思って、番組のためにと思って行こうとしてたのに。旅行なんかあれでしょ、補助とか出んじゃなかったっけ。Go to ですね。Go to。 いいのか、行っていいのかなとか、なのな、ね、分かんないですよね。行くと非国民扱いされるし、出てきてあるし ね、行ってお金落としたいなと思うんですけどね、なかなか。本当にお金落としてないよ。アマゾンとかに落としたから。アマゾンに落とした。本当に。だって本当ね、4月なんかさ、一回も飲みに行かなかったもん。そうエンゲルケース低いよ今。確かにこの2ヶ月ぐらい全然行ってないでしょ。外食がね、外で飲むっていうのは全然なかったもん。ないし、なんかバイキングとかも全部なくなっちゃったでしょ。ああそうそう、ビュッフェのとことか、ビアガーデンもなんか全部こうワンプレートとか、ね、あ、そう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 、うん、まあそれでもいいんだけどね。いや、まあいいんだけど。そう、ビアガーデンちょっと復活してきましたね。まあ、野外ってなんかなんとなくいいような、その変な免罪符が。なんかね、だよね、なんかやっぱみんなだって喋りたいんだね。席数が少ないんでね、結構混むんですよ。あ、取れない？予約取れない？いや、ほら話して座れっていうから、本来倍の定員が半分じゃないですか。客がそんな多いわけじゃないんだけど、結局満杯になったりして行って ね、まあ、ね、ちょっと待たされたりとか。ね、並べって言われたりで何とも言えないよね。それが新しい生活様式、ビアガーデン版ですね。そうですか。なんかね、このコロナで無駄がなくなるとこがこともあったんで、見直されることあるじゃん。まあ確かにね、あのハンコの話とかさね、実はなくても問題ないんだっていうのは結構分かりましたよ、ね、でも無駄も増えたなとも思うんですよ。まあ確かに新しい無駄も増えたけどね、結局そういうことなんでしょうけど、減った分だけ増えるんでしょうけど。パン屋さんなんかさ、今全部袋入ってるじゃん。ああ、個包装でね、あれ店の人手間がかかるよね。そうだね、とかね。でも確かにつばかかってたりするかもしれないんだもんね。だよね。しれっとレジ袋がなくなったりとか、いろいろね。あれ買ってる？3円とか。いやー、もうカバンに入れてますけどね。1個2個ならね。入れるでしょ。じゃあ1個2個でも、あの手提げカバンとかでパッて入れられるけど、リュックだといちいちチャック開けてとか、なんかレジ、あのスーパーだとさ、その荷物入れるとこでさ、ちったらすりゃいいけど、コンビニってできないじゃん。そうそうそう、で3円払いたくないじゃん。うん、そうや、ね、どうせすぐ捨てる。持ち歩いてないの？あ、エコバッグは必ず持ち歩いてますけど、 それも出すのもめんどくさいし。あれなんで、弁当とかってあのスーパーはもともと有料レジ、あの袋って有料だったじゃないですか。スーパーはね、コンビニは違うけど、スーパーは有料だったでしょ。弁当入れるの？いや、弁当じゃない、普通に買い物したら。まあ、昨今はね、ここ5年10年ぐらい、ね、でお弁当はこう平らで汁とか盛るからタダで入れてくれ くれてた。それが今有料になっちゃったんだ。それもダメでしょ、法的にダメなんだよ、ね、今有料になってお弁当買っても袋いるしって話で。でもさ、あの町がついてないレジ袋、あのエコバッグだとこう、こう、そうそうそう、こうなるんじゃうじゃん、ね、嫌なんだよね、でもなんか吉野家とかはその
エコなもので、ね、そういうこぼさないように持ってってもらいたいからっていうか、なんか数年のうちにまたただに戻るような気がするの、その本を抜けて。誰が得してんだって話なんだけどね。まあね、もともとそのゴミとかの環境を考えるっていう意味でしょ、今回のあれって。そうなんだけどね。あとさ、コロナでさ、あのポイントカード出してくださいってさ言われるのにさ、自分で機械にさせって言われる最近。そうなんだ。触れまあそうやね、うん、今お釣りとかも全部、ね、出せって言って、なんで自分で操作しなきゃいけないんだとか、いやってしちゃう、なんかちょっと嫌な客根性が出たりなんかね、それぐらい些細なことですけど、ね、なんか腑に落ちない対応されたりとか、まあいろいろね、ちょっとこうこういうのが新しい時代なんだね。まあそうですけどね。さあ、そんな大変な中、やっぱりね、こうコロナの自粛の中、やっぱ僕もこう自炊ほう結構頑張ってほうやってましたよ。ほう、うん、まあ、ご飯の炊き方もね、ほういろいろ考え工夫したりね、ほう、うん、ちゃんとご飯炊く時もほうあのちゃんとすぐあの炊くボタンを押さずちゃんと1時間ぐらいね水につけるとかね、そういうこともちょっとするぐらいね余裕のできるような生活にしてましたよ、はい、うん、やっぱってことでお米ですよ今日お米です今日は。急ハンドルすぎるわ忘れてました今日はね、赤米、赤米、赤米、赤い米、はい、赤い米についてちょっと特集を、はい、あのですね、ちょっと参考にするのはですね、うん、インターナショナル新書、集英社が出してる新書、うん、で、戦国まずい飯、黒沢はゆまさんって方が書かれた本をちょっと読んでて面白かったので、うん、あのいろんなのが載ってるんですが、ちょっと 赤米ですね、うん、これをちょっとピックアップ、ちょっと抽出してちょっと紹介させていただきます、うん、まず米、稲ですね、米なんですけど、まずその基本的なところからちょっと紹介します、うん、米はね、アフリカ原産のアフリカ稲とアジア原産のアジア稲と2種類あるんだって。アフリカ原産なんかあんの？みたいよ。へえ、初めて知った。でまあ私たちアジアに住んでるのでアジア稲ですね、うん、これはですね、中国雲南省から、うん、ラオス、タイ、ミャンマーに広がる山岳地帯が原産なんだって、うん、まあそう言われますな、うん。でこのアジア稲にはですね、大きく3種類あります。温帯ジャポニカ、インディカ米、温帯ジャポニカ、うん、熱帯ジャポニカと3種類あるんだって。で温帯ジャポニカはこの原産地中国雲南地方からラオス、タイ、ヤンマーかのあの辺から、北に向かって広がっていったタイプが温帯ジャポニカ、うん、で北へ行くと寒いですので、寒さに強いのが特徴です、うん、で、温帯気候で栽培されるのがもちろん向いてる、はい、で米の形は丸っこい楕円型、うん、でこの温帯ジャポニカを炊くとたっぷりと水分を含み、香りに癖がなく甘みが強いお米になります。まあ、いわゆる日本の米ですね、はい、でインディカ米はこの原産地から南の方に広がっていくタイプです、うん、でインドや東南アジアで今栽培されていて、湿度と気温が高く雨季と乾季のある気候で育つのが好きだそうです。好きなんだって。でこの米の形は細長く、はい、で炊いてもパラパラってします、うん、で独特の香りがあります、はいはい、で戦前にはですね、大量にこのインディカ米って輸入されてたそうです、うん、で南京米、南京米って言いますね、南京米、うん、南京米、南京米、南京米です。であと1993年の米不足でも輸入されたので、
輸入されたタイ米もインディカ米の一種ですね、うん、懐かしいね。これ香りがちょっと独特の香りがあるんだって。わし記憶ある？タイ米で、まあ、タイ産のねいい米ってこれジャスミン米とかって言って香りがすごくいい。そんないい香りなの？うん、ぬかの香り、いや違う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 、ぬかの香りとかそんなに、いやいい、このいい香り、美味しいっていうか、美味しい、前も喋ったと思うけど引退前ダメ、いや食い方やな、うん、確かに引退前チャーハンとかそういうのちょっとうまい、こうやって食べる、あの普通に食べるのはお茶碗にも全然美味しくないでしょ、うん、日本風な食べ方には向いてないからね。あれはそれはジャポニカ、まあ、それはそうだわね、うん、そういう向こうの人は向こうの人でどうやって美味しく食べるかって、いやそれちょっとあの時タイ人すごい怒ってたっていうじゃないですか。結構日本に輸入したやつってタイのいい米 で、 ああ そ、 うで、それこそそうやって香りのいいやつなのにまずいだバラバラしてるだとか言われてふざけんなったらしい。食文化の違いだよね。食い方違うからって話そうそうそう、あんたが間違ってんだよ、日本人が間違ってんだよ。確かに失礼でしょうけどね、うん、はい、あと熱帯ジャポニカ、これは熱帯の高地で作られるようになった品種で、味はインディカ米に似ているそうです。で陸田畑で栽培される、おかぼってやつですね、うん、だそうですね。3種類あるそうですね、陸と、うん、まあで、まあ、私たち日本は温帯ジャポニカですね、うん、今何の米食べてる？どんな、なんかこれおすすめと米とかある？米ですか、うん、いや今あの田舎からあの田舎に別宅があるんで、そこ地元の百姓さんに分けていただいて、ここの田舎じゃなくここも田舎だけど、うん、別にも別の田舎にまた別の田舎が、はい、あって、水月ハウスがある、水月第二ハウスが、うん、え米育ててんの？え育てて、あの近所の百姓さんからあのできたお米を分けて安くで分けていただいて、えそんなことしてもらってんの？うん、そんなにご近所付き合いあんの？あそこで。それは田舎で生きていくためにだって水月さん離れの家の前も百お百姓さんの方がいるよね。あの水田やってはる人が結構手広くあの農業法人みたいに立ち上げて、すごいもうあの辺でまあブイブイ言わしてる人なんだけど、そうなんです。ちょっとたまたま喋った時に、うん、じゃあ安くで分けてくださいへえ、じゃあ原価で、うん、そ別に利益はいいからじゃあ、いや前泊まんに行った時ちょうど田植えのシーズンでさ、そう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 、朝からガチャ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 やっててうっせえなと思って、何を言ってんだよ、いやうっせえなと思って、あなんだと思って、あなんか農家さんなんだっていうのを、うん、そこだけじゃなくてもすんごいあの地域で育ってる人も、そんな田舎なんだね、あの外車ブイブイ乗り回してる方なんですけど、そうなの、うん、で人はいい方なんですけど、ね、あそう、それ何米なの？それはねコシヒカリ、ササコシヒカリって言ったかな、あ今は違う、なんだっけ秋田小町だって言ってたな、へ、うん、今さササニシキって食べないよね、ササニシキって見ないよね、うん、コシヒカリは食べるけどさ、コシヒカリがなんかいろいろ進化してっていうのは食べてるけど、ササニシキって子供の頃あったのよね、東北、こっちのね太平洋側の東北で宮城とかってササニシキだったよね昔は、新潟はコシヒカリでこっちは東北はササニシキって感じ、今喋ってて思いました、ササニシキはね、うん、あの米不足のこの30年前の米不足の時に平成の米不足、うん、あの時にその悪いところが出て、はあ、結局育たなかったっていうので、そこから人気が急落、栽培的に急落、人気が急落したのかな、まあ、僕も詳しくはないですけどね。で、この稲作ですけども、稲はね日本は縄文時代、うん、晩期にはあの来ていたと考えられていて、うん、約3300年から2800年前の頃に、うん、まあ、これが縄文時代晩期っていう時期なんですが、はい、熱帯ジャポニカと思われる米が宮崎で発見されていたそうです、うん、だから温帯ジャポニカじゃなくて熱帯ジャポニカ、うん、品種が違うね。で、あとこの頃は麦、栗、泡かごめん、うん、泡、冷えと同じく焼き畑農業で栽培していたと考えられます、うん、で、
まあこの弥生時代と、あ、じゃあ縄文時代と弥生時代の歴史区分ですけど、うん、僕ら子供の頃は稲作を始めたか否かっていうので分けてたんですが、最近は水稲耕作、水田で稲を育てたか、うん、その開始時期が弥生の始まりかって、うん、こんな感じでいいの？まあ今結構ね時代の区分が難しくなってきて、うんうん、昔は本当に地層とかでざっくりと時代の分け方とかしかできなかったんだけど、はいはいはい、うん、今結構ね放射線使ったりとか、こういう花粉を調べたりすると本当に5年とか1年の単位で出てくる。ああ、そう。そうなると本来は弥生時代じゃなきゃいけないんだけど、どう見たって違うじゃんみたいな。まあいきなり今日はそれスパッて変わるわけじゃないもんね、うん、徐々にいろいろなのが混じってくるんだもんね。かなりこう最近はね、研究それを線引きしようっていう方が逆に難しいよね、うん、はい。でこのまあ私たち今水田で水の田んぼでね、はあ、あの稲育ててますが、これがもうやっぱ伝来してくるわけですよね、うん、で温帯ジャポニカ米っていうのはのがどう少ないみたいですね、日本では、うんうん、当時ね。で朝鮮半島から渡ってくるわけなんですけども、うん、朝鮮半島系の米とあと中国の江南地方の米、うん、両方の文化と技術がなんか合わさって合流してるみたいな感じがあるみたいですね。でそれなんでか分かるかっていうと、その銅鐸って、うん、あの弥生時代にあるじゃん、うん、あれは朝鮮半島から伝わってきてるもの、うん、であと高床倉庫、高く何高い床倉庫、うん、とかっていうあの米を貯蔵するああいうのは中国江南地方の文化なんだって、うん、だからそういうのでねちょっとこう混じってるんじゃないか、混じって日本であの発展、日本は日本で発展してたんじゃないかというふうに今考えられてるんだって、うん、ふーん、まあ、まあちょうどいろんなのが混じるんだね。そりゃそうでしょうね、一人が全部持ってきてポンってやったわけじゃないか、ね、うん、いろんな人がいろんなとこで来ながら混ざっていったのが、はい、まあ、日本文化であり日本人でしょうね。で「肩嵐」という言葉があります、うん、耕作された田んぼとほったらかしの田んぼが入り混じって広がってる情景、うん、で手入れされ使ってるのと今風で言うと休耕田が混じっている、うん、状態風景を肩嵐って言うんだって、うん、で静岡県にね曲がり金北遺跡ってのがあるんだって、うん、あの曲がった金属のが北側にあるで、うん、曲がり金北遺跡でここの田んぼは100個ぐらい田んぼがあるんですよ、うん、が実際田んぼとして使われていたのは1割ぐらいだったってことが分かっています。おう、うん、で、他は、やっぱ使われた跡っていうのがなかったそうですね。うん、で、人手が少ないっていうのも一つあるし、うん、あと、こう、飼料のも、あの、肥料の問題、うん、あと、治水技術の問題も、まだまだ、未熟な時代なのでせっかく開墾をしても使い切れなかった、うん、だからたくさん田んぼ使っても作っても全部を使って稲を育てる力がなかったんだね、技術や、うん、まあまあね、いわゆる輪作って言ってこう休ませてあげないと一回育てちゃうと土から全部養分持ってっちゃうんで、そこからやっぱり何年間はやっぱ遊ばしてあげて、土の力を回復してまたやるっていうのはずっと、それもあるね、中世ぐらいまで続いてますからね。この肩嵐っていうのは太閤近畿の頃まではずっと続いてたんだって、うん、だからもう2000年近く続いてたんですね、うん、肥料とかがね、やっぱ発展していけば足り補えるけど、それまで要するに自然の回復に任せるんで、ね、あの田んぼってさ春になると、うん、今ってさ早生の種で田植えも早いじゃん、早いね、
昔5月とか夏か6月だよね、6月の下旬とかでもやってたよね。だからちょうど4月の時期とかってレンゲが生やしてたじゃん。 あれってその農家さんがレンゲの種まいて生やしてたんだね。勝手に知ってた、あれ知ってたよ。僕知らなくって、自然と田んぼにはレンゲって咲くもんなんだとずっと思ってた、ね、思いがちだよね。でも大人になって知ったんだ、違うんだね。あれレンゲの種をまくまいてなんかがいいんでしょ、土にレンゲが。いや、あれがまさに肥料になって、あれをすき込んでしまえば、うん、知らなかった。自然と湧くと思って勝手に入って蜜吸って、こう花びらちぎって蜜吸って思ってましたから、花の輪っかとか、うん、遊んでましたね。で今見ないもんね、あんまり。今はいなしない、ね、一等的になんか観光的にね、してるとこもあるけど、自然とかでやってるけど、うん、あまりしないね。はい、14世紀頃ですね、うん、14世紀頃になると大東米という、米が、日本に持ち込まれます、うん、これ唐宝子とか唐干し、唐、うん、って中国の唐時代の唐ですね。唐干しは唐、あ、唐干しは唐干し、唐干し、も、あの干し芋の干しですね、うん、干し芋の干しは、うん、これね、インディカ米なんだって。そうですね、ジャポニカ米じゃなくインディカ米が、うん、日本に持ち込まれます。で、うん、この大東米は早生で、うん、干ばつにも水害にも強い米なんですって、うん、さらに収穫量も多いし脱流性にも富んでる、うん、なんちゅうの、外しやすい、身だけ取りやすいですね、うん、皮は取り身が剥がしやすいですね。戦国時代、早生という特性は領主にとって農民にとっても願ったり叶ったりの作物です。うん、うん、まあ、戦国時代は借りた狼藉、借りた狼藉が日常茶飯事にあったから、うん、だから敵国が畑田んぼぶっ壊しに来ちゃうってこと。うん、で借りた狼藉はあれですよ、今スイカ泥棒と一緒ですよ。明日そろそろ食べどころかなって日の泥棒さんでした、うちに全部ビューってやっちゃう、あ、うん、が、まあ、それは当たり前だ、ね、昔はね、うん、だからさっさと育ててさっさと取り込んじゃった方が盗まれる確率が低くなるからってことですか、うん、はい。で味はですね、白米と比べれば劣っていたそうです。美味しくない、はい、うん、美味しくなくて、もう各地にいろんなそのこの大東米という赤米の悪口の記録が残っています。あ、はい、加賀藩の資料によると、うん、大東米は農民の食べ物であって、うん、農民は春には麦、夏には和製冷え、秋口には大東米で食いつなぎ、年貢米となる普通の米は農民にとって食べがたいものであると、うん、だからそれを全部税金で取ら、年貢で取られるってこと。いや、年貢はいい米じゃないと受け取ってくれないですか、はあ、うん、なのでだ農民の食べ物とそういうふうな位置づけになってたそうですね、うん、あとこのまずいという評価の記録として、江戸時代には各地で栽培されていましたが、雨が降ると腐りやすい、うん、風が吹くと落ちやすい、実が落ちちゃう、うん、で小粒、実が小さくて赤色で味も良くない、うん、煮ると2倍に増えるので民間で食するにも良いけども、腹が減りやすい、うん、だってシリアルみたいなもんだね、腹持ちが悪いのね、うん、シリアルとか食べる、フルーツグラとか、そうそう、グラノーラとか、うわねえよ、すぐお腹すくない、あんなのスカスカじゃん、うん、これあれね、ヨーグルトをかけて食べる派、牛乳は嫌だ。昔ちょっとこう憧れて食べましたけどね、うん、子供の頃牛乳かけて、ケロックね、ケロックね、ケロックね、うん、砂糖かけてね、うん、腹膨れない、膨れないね、うん、高いしね今ね、うん、はい、
で次はね、江戸時代なんですが、うん、この大東米赤米はですね、うん、白米の2割引きで引き取られる品だったそうですね。で農民は苗代で赤米か白米、縄代、うん、農民は縄代で赤米が白米に混ざることを嫌い、全く別の場所で育てたそうです、うん、だから年貢とかで納めたり、あと米を売ることもあったのかな、もちろん。でその時は白米の方が高く買い取ってもらえる、うん、引き取ってもらえる。そりゃそうでしょ。じゃあ一緒の田んぼで育てちゃうと混じっちゃう、交雑ってやつでしょ、いわゆる。こうそうすると品質が下がっちゃうから、白米、米に赤いのが混じっててもそれは安くで戦う、買われたでしょ。だから完全に田んぼを分けて育てていたってことですか。うん、ひどいね、大変だね、うん。であとね、新規耕地開拓の際、うん、水田しか育たない、で育ちの遅い白米に先立って大東米が畑にまかれるそうです、うん、で水田ができるまで開拓民の腹を満たし、その命を養ったのが大東米です。これね、昔からね思ってたんですよ。よくこう新田開発ってするじゃんか、うん、であと新地開拓民ってどうやってご飯食べてたんだろうって、うん、で持ってくるじゃんか、その旅立った村から、うん、で畑耕すじゃん、うん、その間になくなっちゃうじゃんか、持ってきた食べ物は、うん、何を食ってたんだろうっていうのがよく分かんなかったの。まあもちろん現地調達できるもんで、うん、もうそうだけど、食い繋がないといけないし、もちろん持ってこない分は足りる分だけ一応持ってくる。もう近現代はそうするけどさ、うん、何にもないとこでさとかだったらさ、どうやって米作ってたんだとか思ってたんだよ。そ、最初の1年は食えるように持ってくるでしょ、持ってくるなり、うん、それこそなんかナッパぐらいなら20日ぐらいできるんだから、だから米 はこうやって、うん、大東米で食いつながってた。とりあえず手っ取り早い、うん、早くできるし、うんうん、で当然ほら大名とかも1年は税金負けてくれたりするから、うん、その間にちょっとこう段取りつけていかないとって話でしょ、うん、だから透明の食い物として使われてたんだなって、うん、早いからって言ってね、うん、で本当にこの新田開発がどんどんね、いろんなところで作れるようになったのは江戸時代からですね、うん、これ精巧な治水技術とか、労働力の動員も、ね、大規模にできるようになったのも安定した経済とか権力も必要だしねっていうのでね、うん、でそれが江戸時代ですね。で今の高知の原型っていうのはこの江戸時代に作られたものなのかな、出来上がったものなのかな。まあまあ中期以降ですね、うん、いわゆるまあその戦国時代が終わって江戸時代が安定期以降に、はい、ほぼ高知ってずっとあと高止まりなんで、うん、ですね、開けるところは大体高台になったと、はい、で切り引かれた田んぼに真っ先に巻かれたのが赤米ですね、うん、うん、だから大活躍するわけなんですが、うん、田んぼが安定して白米が育てられるようになると、この大東米は役目を終わって、うん、雑草と同然の扱いにされて、うん、歴史から消えていくそうです。なるほど、うん、で今ですね、この大東米の子孫、うん、で僕たち今でも赤米って売ってるじゃん、スーパーとか、ね、あれね、大東米じゃないんです、うん、あれうるち米、うん、もち米の一種なんですって、うん、でこの大東米の子孫はメラ米とか、さっき言ったカラホウシとか、うん、そういうのになります。で今の赤米は本当に品種改良をずっと続けて、うん、美味しいものになっているんですね。もちっとしてるね、うん、もち米っぽいよね。だからうるち米は違うんだって。でだからその研究所とかには残ってるそうだね、この
大東米、うん、あとなんか作ってる人もいるらしいの。メラ米なんてあるでしょ、あの宮崎 の, あの山の中のメラっていう地域でしょ。だから本当に昔からずっと焼き畑で外の世界と全然つながりがなくて、美味しくないでしょ。いや美味しくないけど飢え死にするよりいいでしょう、ね、そうね。日本の地形気候は稲作の最適地ではないんだって、うん、その不利な条件から豊足原の瑞穂の国を実現しようと、うん、弥生時代から取り組んでたんだね、うん、で最近じゃんこの高度経済成長時代にようやく米に実現したって、うん、2000年かかったんだね、うん、八郎型の干拓とかあの辺が完成形なんですね。今や減反だもんね。減らすね、うん、減らしてさ全部宅地になるじゃん。本当にガッシャーがね数百年200年ぐらい前までは飢え死にする人が出てたわけ、ね、当たり前だったんだもんね、うん、それをこんだけこう日本は赤米に助けられて、そうそう、大東米っていうのはやっぱすごい画期で収穫量がむちゃくちゃ多いんで、今までのそのね、うん、日本の既存の米よりもで食べたことないんでしょ。だってないもの、うん、大東米は似たようなのは泡とかは今まだ手に入るじゃん、まあ、ここはちょっと違うしね、うん、まあ、インディカ米に近いわけでしょ。で粒もちっちゃいんだって。ちっちゃい。あのさ雑草でさ稲とか麦みたいな形のさ猫じゃらしみたいなのがあるじゃん。稲かのね、うん、ああいうののその皮むくと確かに種の芯みたいな出てくる、うん、ああいうのを食べてたってことかなと思って。まずそうなんだよそれが。それ雑草のやつ稲かだけど稲じゃないでしょ、うん、でもそういうのが進化したりあの品種改良して、まあまあ稲のそのね原種っていうのはそういうところなんでしょう。誰か食べてみたいんだけど味はひどい、ね、でも量産取れるっていうのが必要な時期な、ね、だって奈良時代とかってなんか1本から200粒ぐらいしか取れなかったでしょ。今の米ないそうそう今って稲穂1本で1000粒ぐらい取るらしいよ。1本で1000粒、うんうん、うそ。やっぱ品種によるけどね。多品種はもう500から1000ぐらい取れるらしいよ。この本に一本の本に粒々が800とか1000とか。そんなについてんのあれ。いますよ本当に。本当だよ。もっと少ない。88じゃないの。80はそれ手間でしょあれ80じゃ絶対済まないでしょあそうな。奈良時代は高々200とかだったんですよ。その間をつないだのがまさにこういう外国産のね中国から伝わったこういう赤米で、ね、まずくてもやっぱりたくさん取れた方がいいっていう時期があって、うん、でだんだん口が肥えてくれば当然いらなくなるよ、ね、そうだね。食べたことある人がいいのかな。メラの人は食ってる何か譲ってくれる方がいたらぜひ。また無心だよ。いやこれは勉強ですよ。雑穀なんか似たようなもんじゃないですか。あれね雑穀入れすぎたりね、あと水少なく炊いちゃうと餅入れてる。餅じゃない麦入れてる。雑穀入れてるよ、うん、麦入れたり。最近ね業務スーパーの雑穀米が安くて量が多いね。ああそうです。で買ってるけどあれ分量間違えるとあのボソボソして食べるのしんどい。そらそうでしょ、うん、でも美味しく食べてますよ。美味しい、はい、うん、美味しいもんじゃないんですよ、うんね、だからこのまずい飯っていうので取り上げられてたわけです。赤米というかこれ大東米の話って感じね、うん、そうですね、うん、そうそう。だから赤米ちょっとも大東今の赤米で我々の赤米っていうとそのねあの赤米を思い出すじゃないですか、うん、本当の赤米はこれなんだ。まずいまずいっていうか、うん、感じですね。はい、じゃあお便りを紹介しましょう、うん、あずささんからいただきました。あずさケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。世間ではコロナが猛威を振るっていますが、皆さん体調は大丈夫でしょうか。先日、御家人の暮らしを紹介した本を読み、公人世苦人長尺人。苦人長尺人という役職があることを知りました。うん、はい、
衣冠束帯を着用した武士の排尿を手伝う仕事で、うん、衣類を脱がさず袴の脇から尿筒を、うん、人筒を差し入れて、うん、てんてんてんというお仕事のこと。世襲制だったらしいですが、うん、こんな役職があるなんて驚きです。おもれきでもぜひ江戸時代の面白い役職や職業を紹介していただけませんかといただきました。おなんかおしっこ手伝う人がいるっていうのは前なんか聞いたことある、うんうん、この人ですよ。あ朝というクリーン長着人、そうですね、うん、なんかそれも言われがあったけど忘れました。おしっこだけなの、うんちの場合はうちは無理でしょう。あれうんちもおトイレもさ、うん、あの金隠しはさ昔前後ろ逆だったんだってね。あそうなの、うん、で後ろにあった。昔は後ろでこういう着物とかをその金隠しに引っ掛けるあなるほど、うん、ようにあったんだって。で昔はだって平安時代とかお部屋でおまるみたいな感じでやってたんでしょ、うん、箱にね、してたって、うん、それがなんか逆前後ろ逆になってあの和式便器になったってなんかで聞いたよ。うん、こんな世襲制なんだね。嬉しいもんなのかね。土田家っていうねお家が代々やってたっていう。ああそう、うん、人のおしっこの介助なんてしたことないでしょ。一応あの実習でやりましたけど、まあおし、うん、実習尿はしてないかな、うん、ほらこういうのってさ、うん、いろんな形と大きさと向きがあって、ね、うん、自分のはなんとなくできなんとなくじゃダメだね、ちゃんとできるんだけど、それでもさ時々自分のでさえ制御できない、ね、できないな、うん、で人って難しい時あってさ で、うん、で失敗すると自分の手にかかっちゃったりね、まあ、そうですね、とかあったりね、うん、こぼしちゃったりね、猫とかでも大変ですからね、うん、まあ、人間なら ねなおさらでしょうね。貴族の服なんかね汚しちゃいけないから大事な仕事だよね。でしょうけど汚れるよね多分、うん、どこで待ってるの、ずっと付き添っているわけ。いやそうだよ、だから結構本当に将軍のずっとそばに入れるから、 あ、うん、ある意味すごい仕事じゃない。正面は使ってるけど、うん、情報丸聞こえだよね。そうそうそう、御家人の身分なんだけど結構その地位が高いって話でしたよ。すごいね、うんうん、はい。続いてね、森さんからいただきました。森、はい、はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。毎回楽しく拝聴しています。放送350回おめでとうございます。さて、長くポッドキャスト配信されていてネタ探しに苦慮していることもあるかと思いますが、そんな時はどのようにしてネタを探しているのですか。実に幅広い歴史分野を取り扱っていて感心しています。最後になりますが、5月5日に予定だったおもれき東京集会は、中止となりましたが、感染症への不安が解消された際には改めて企画されることとことなので楽しみにしておりますといただきました、うん、ネタ探しですって。ネタ探し、水月さんはどうしてるの、ネタ探し。まあ天から降ってくるこれね、思いつきが多い。まあまあまさにそんな感じ。ぼーっとしてて、いい、あーとか、うん、はーとか、本当テレビのなんかたわいな一言からとか、なんか本屋さんでうろついてて、あーこれとか、小ネタはねいっぱい浮かぶんだけど、うん、でもいざちょっと考えてこれで40分持つかなとかなると、まあ、うんってなるね。あるね、あるね。実際やってみて時間持て余す時もあるしね、前後編になっちゃう時もあるしね、広がりがどこまであるか、うん、ね、細かいのはいくらでもね、うん、それこそテレビ見たら本見たら、あっ、うん、やっぱ日本史の教科書とかペラペラって見たりとか、うん、しますね、うん、
なんか別に意図的に探そうとして探す時もあるし、ああそうね、うん、あるよそれ、ない時も本当だいたい 7-3 ぐらいで適当に思いつく、うんうん、そしたらあ調べていくと、ああ面白いなっていうので、あのこう番組になるのが半分ぐらいかな、うん、あと半分はボツってきますね。まあ、一応まあアンテナは張ってるじゃん。張ってます ね、うん、ただ聞いてるだけじゃん、うん、その時まあちょっとたまに引っかかるみたいなね、うん、だから新聞取ったちのあるかもしれないね。大したもんだね。大したもんですよ本当に、はい、さあつ、おもれき紹介ね、残念ながらあの中止させていただいたんですが、うん、いや本当に最後まで揉めたんだよね、悩んだね、まあ土壇場までね、まあでも結果的に正解だったし、あれであの時やってたらそりゃもうみんなから石投げられますよね、まあ、誰も来ないでしょ多分、うん、ちょっとね東京はいつできるかちょっと現在見通しが立たないので、ね、無責任にちょっとすぐやるとは言いませんが、年内とかは絶対無理そうですね。またちょっと東京は攻めていきたいと思いますので、かといってじゃあ関西でやっていいのとかちょっと今思えないね。いやまあ地域の問題じゃないでしょ、うん、まあ ね、結局来る人もね別に地元の人ばっかりじゃないし、やっぱりまあ全体的な日本全体の雰囲気がそういうことを許容する、うん、ね、ライブもできないような時期ですからね、うん、あのちょっとちょっとお待ちくださいと、はい、うん、やる気は満々です、ね、なんか甘エビに頼めよかったんだっけ、甘エビ、うん、なんか薬病をやっつけてくれる妖怪、甘ビエ、あ甘ビエ刺身美味しいね、お作り、うんうん、なんか流行ってましたね今年ね、はい、流行語いくかな、よくやってましたな。はい、続いてね長崎のよりよりさんからです。およりよりケイリーさん、水月さん、こんにちは、海坊主さん、こんにちは、都道府県名の由来九州編で北九州工業地帯の繁栄を思わせる西京市のお話が印象的でした、今の教科書では四大工業地帯の一つから、工業地域に格下げされているそうです。長崎に関する部分で海坊主さんが修学旅行で被爆体験を聞いた感想などは地元にいるとあまり耳にすることがないので新鮮でした。私は長崎市育ちなので、小学生の時に学校から原爆資料館の見学に行きました、うん、建物も展示内容も今とは違う昭和の時代で、午前中に見学を済ませた後は遠足のように近くで敷物を敷いてお弁当を食べましたが、見たものがハードなのでぐったりして食欲がない同級生がいたことを覚えています、うん、辛い内容でしたが、私は学校で聞いた爆心地では、人が跡形もなく消えたとか、爆風で割れたガラスの破片が全身に刺さって亡くなったという話や、複数の被爆者の方の今でも体の中にガラス片が埋まっているなどの体験談の方に恐怖を感じました。そのせいか今でもガラス恐怖症ですといただきました。はい、北九州市はいろんなあの周辺の小倉のあたりの町が合併して、はいはいはい、北九州市にってなるんですけど、はい、その新しい町の名前の候補が西京市だったんです。最有力な海坊主市との会でしょ、ね、そうそうそう、うん、だけど、まあ、都っていう地名を入れるのは恐れ多いんじゃないかということで、うん、まあ北九州になったということですね、うん、今北九州工業地帯って言わないんだ。全体にこう地位が下がったってこと。あ、まあ、だって北九州工業地帯って言ったらあの八幡製鉄所、うん、もう帯じゃないんだね。前後のつながりがないんだ。炭鉱もないもんね。炭鉱は筑豊はね、僕らの子供の頃だったないでしょ。違うんだね、うん、じゃあ京浜工業地帯、中京工業地帯、阪神工業地帯は今でも使うの。 あれはまだ一応帯なんじゃない、東京横浜つながる太平、だってこの4つをベルト地域、太平洋ベルト 地域とか地帯って言ったもんね、うん、ちょっと違うんですね、まあ、産業の形もね
そりゃ我々が習った頃とはだって社会が全然変わったもん。違うね。まだ繁栄を目指してる時代だろうね。どうかな。もうピーク、あでも落ち目になり始めた。落ちかけた時か、うん、落ち始めてる時か。石油ショックの後だもんね。うん。ね、鉄鋼だ造船だなんてもう今や全部海外だもんね。あの頃はまだ花形でね、うん、鉄鋼なんだっけ、溶鉱炉とか見に行ったよ、見学とか。あそう、うん、製鉄所。いやケリーさんの故郷もさ、うん、そのコンビナートが小規模だけどあったんだけど、あもう全部廃止で取り壊し始めたんだよ最近。そうで友達、田舎の友達からさ、うん、そのうちの町の象徴みたいなこう工業の工場がさ、うん、取り壊し始めてる写真が送られてきて、うん、ちょっと切ないね。それはね、象徴的だよね。産業がなくなってる、本当に第一次産業に戻っちゃってて、うん、あらーって。昭和は遠くなりましたな、やっぱな。ねえ、ものづくりっていうのは本当に廃れちゃったね、うん、はいね、あのまたお便りお願いします。原爆の話もありがとうございました。お、はい、ではおもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております、うん、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、うん、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、うん、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら、さようなら。